You raise me up 険しい山も You raise me up 嵐の日も。はい、カットカットです。めちゃくちゃいいじゃないですか。自分じゃないみたい。あ、誰っぽい。ミルクボーイ。緑にしたなっちゃう。じゃあ本番参ります。本番です。決して大掛かりなセットとかがあるわけじゃないんですけれども、この曲に合ったシンプルな形ででも、この曲の歌詞の意味であったりとかメッセージとかそういったものをうまく表現できる世界観だったんじゃないかなと思います。信じ続ける夜明けは必ず来ると。 You raise me up ですからね。あなたが立ち上がらせてくれるみたいな、直訳すると元気づけてくれるみたいな。まあでもこの感じだったら薄めだし、このメガネあってもいいかもしれないですね。そうですね、あえて撮んなくても、いい感じです。この感じで何テイクか撮らせてください。はい、わかりました。はい。 You raise me up 険しい山。何かこうふとした時にこの曲をこう聴いていただいた時に、もう一回なんかこう立ち上がってみようとか、大事なものを見つめ直してみようとか、何でもいいので、そういったなんかこう自分の人生に立ち戻るような、そんなきっかけの曲になってくれたらいいなと思ってます。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。